こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、そろそろ皆さんお正月休みも終わって、本格的に元の生活に戻りつつあるのではないかと思います。ツイッターとかでも、学校や仕事が始まったというツイートをよく見ますね。いつまでもお正月気分ではいられないという中ではございますが、今回はもろにお正月企画っぽい動画になりますが、今回は私がこのお正月に注文した福袋を一気に開けたいと思います。製品ごとの詳しい内容などは追って動画化しますが、とりあえず開けます。今回はいくつくらい福袋を買ったんですか？はい、田舎住みということもあって、現地ではなかなか買えなくて、ネット注文を中心に合計で4つほど購入しました。まあ、利益を取ろうとかお得だからとかいうよりも、やっぱり福袋ってだけで開けたくなっちゃうから買った。みたいなものが多いです。では、割と量があるので早速一つ目から開封していきますぞ。はい、まず新年一発目は完全に見えている地雷を踏んでいきます。Amazon で販売されていた、2022円福袋。タイトルを見ると入っているものは、スマートウォッチとかワイヤレスイヤフォンとかですか？絶対、やばそう。2022円という価格、この匂わせぶりなタイトル。これぞネット福袋って感じじゃないですか。で、さっきから裏でゴソゴソしてたのが届いた袋です。マジで軽い。電化製品入ってるのかなこれ。はい、ということで1点目、マスクです。しかも日本語なし。3D ファッションマスクとのこと。いきなり生活用品ですか。ツッコミどころが多すぎる。ちなみに中身は黒くて、なんかスポンジっぽい素材のマスクが3枚。メイドインチャイナとのことです。つけ心地は不明。一発目からインパクト大でしたが他には何が。お、これはちゃんと商品タイトル通りじゃない、ワイヤレスイヤホンですね。よく見かけるエアポッツもどき的な感じ。HBQi7 とのことでした。i7 って当たり自信がありそうです。で、中にはワンペアのワイヤレスイヤホンが。ってあれ。片方しか入ってないじゃん。パッケージ的には、明らかに両耳分ありそうなのに、中身は一つ。片耳タイプって時々見ますが、まさかこの形状で片耳タイプとは。これは予想の斜め上を行かれましたね。ちなみに充電器はわけわからん USB からの独自変換タイプでした。絶対普通にマイクロ USB とかにした方が使いやすいでしょ。まあもう大体冊子がついてきました。次。お、これちゃんと議的ついてるじゃん。ようやく割とまともそうなものが。はい、こちらスマートウォッチでした。V100S っていうみたい。調べると2000円ぐらいで割と普通に売ってるやつっぽい。おお。2022円福袋は、ほぼこの価格っぽいですね。ちなみにこれは普通に売ってるだけあって、日本語説明書とかちゃんとついていました。割と普通に使えるやつっぽいです。組み立ててみてもまあ、よくある形状のスマートウォッチですな。脈拍とかも取れるみたい。まあ私はミーウォッチあるので使わないかな。ということで一応ですが、普通にスマートウォッチ入ってました。では次の商品は。はい、すみません私これがマジでなんだかわからないんですよ。個人用の空気清浄機っぽいことは書いてあります。これは一体？マジでなんだかわからないんですが、どうやら首から吊るして持ち歩ける、自分だけの空気清浄機、みたいな感じ。電源を入れてもマジで仕組みがわからんのですよね。上の突起から空気が出ている雰囲気もないんですよ。どうやって清浄してんのかな？試しに袋とかを近づけても、一向に風が出る気配なし。電気の力で、何かしらのイオンとか、なんかそんな感じですかね？首から吊るしたらこんな感じでした。なんかパッと見電子タバコとか持ち歩いてるみたいに見えますな。シャレオツ系グッズ。以上です。なるほど。これでスマートウォッチが入ってなければ、マジでヤバいと言えたんですが、まあ2000円相当のスマートウォッチを入れてくれたのは良心ですかね。はい、ということでいきなり特大のストレートをお見舞いされましたが、ここからは割と真剣に買ったものになります。はい、2点目です。これはマジで欲しくて買いました。年末に楽器をメンテナンスに楽器屋さんに持って行ったのですが、その楽器屋さんでかなりお得な福袋があり購入。中身はすべて見えておりました。機材的にもメインでの紹介はあまりしないかもですが。はい、2点目の福袋の中身になります。普通に欲しかったやつ。
片方は USB タイプのマイク、もう一つはビーツのヘッドフォン。お、まともだ。ちょうど USB マイクの調子が悪くて欲しかったんです。でこれ超お得。福袋自体13,000円だったのですが、マイクの価格がほぼそのくらい。マイクを買ったらおまけでビーツのヘッドフォンがもらえる。というなんとも気前のいい福袋でして、即購入でした。ちなみにこれはメインで紹介してもあまり面白くないので、サブチャンとかで生声で動画でも出そうと考えています。もしよかったら見てね。ということで次。はい、次に買ったのはファーウェイさんの福袋です。ファーウェイさんではいくつかの福袋が出ていたのですが、私は35,000円のやつ。どうやらファーウェイさんのタブレットが確定で入ってるみたい。最大12,806円を得とのことで、約48,000円分くらい入ってるのかな。現行ファーウェイさんのこの価格のタブレットっていうと、おそらくメイトパッドの 10.4 か11が入ってると思うんですよね。ただ現在画面に出てる価格って、割引効いた価格なので、店頭価格で見るとメイトパッド11は54,780円なのでなさそう。まあ、最低でもメイトパッド 10.4 に、付属品がつく。って感じかな。と思って買ってみました。11出たらマジ嬉しい。ということで開封します。タブレットが欲しかったんですか？実は動画の台本を書くのに、キーボードつなげるタブレットが一つ欲しかったんですよね。なのでキーボードが入ってたら嬉しいです。出先で台本書いたり、ネットサーフィンしたり、ちょい使いができるデバイスが欲しくて買ってみました。ということで内容物一つ目。これはファーウェイさんが出してる急速充電器ですね。40W 対応の製品。公式サイトでは3000円くらいで売ってます。まあジャブって感じですね。問題はここから、果たして何が。はい、二つ目。これはタブレット用のペンですな。これ結構良いやつみたい。筆圧対応で充電式。割と評価もいいペンみたいです。ちなみに Amazon ではこのペンだけで10,000円でしたね。結構良いお値段するペンです。で、肝心のタブレットとしましては。はい、こちら。どっちが出たんですか？これはメイトパッド 10.4 ですね。まあしゃあない。そんな気はしてた。というかあれですね。キーボードじゃなくてペンがつくんですね。正直お絵描きとかは全くと言っていいほどしないので、個人的にペンよりも同じお値段くらいのキーボードが良かったなと。で、これお得なのかって話なのですが、Amazon で買ったのに比べると。実は全然お得じゃないです。本体が今だと24,800円、約25,000円として、ペンが約10,000円。普通に買っても合計で35,000円なので、福袋と変わらない。申し訳程度に3,000円の充電器がついてる。そんな感じ。10,000円以上お得とは一体。まあこういうのって、知ってたことではあるんですが、市場価格が安くなっても、メーカー側の福袋は希望小売価格で設定してるんで、実は安くないんだよね。ファーウェイさんとしては、メイトパッド 10.4 を元の価格の33,800円で計算して、それでお得だよ、という感じで福袋にされた感じですな。正直これだったら普通に Amazon で本体25,000円で買って、10,000円でキーボード買った方が良かったかな。まあしゃあない。ちょっと悲しい。まあ手にするか悩んでたタブレットを持つ機会にはなりました。これも一応動画で紹介はしようと思います。では最後は PC の福袋です。はい、最後の福袋はこちら。楽天で売ってました。20,000円というお値段で、3世代 i5 確定。機種は様々。最大の特徴としては、SSD128GB 搭載のいわば動く PC であることと、そして何より MS Office の2019が絶対ついてくるところ。MS Office ってライセンス結構高いんですよ。正直オフィス専用 PC にしようかなと思い購入した感じ。販売会社さんはミラクルさんという会社みたい。PCM というショップ名で出されているみたいです。まあ3世代 i5 であれば、オフィス用途に限定すれば割といけるのでは？そうなんですよね。メイン PC にもオフィスは入ってるのですが、この子はゴロ寝しながらオフィス使う用とかに良さそう。あとはどんな機種が入ってるかですな。あ、ちなみに良心的なのが、PC のサイズは大まかに選べたんですよ。11から13インチってのと、確か14から15インチみたいな感じで選べました。私はノート PC は小型軽量が好きなので小さいのにしました。
ということで早速開封。使えるセットとして売っていたので、もちろん AC 付属ですな。衝撃吸収剤もかなり入ってて丁寧な梱包。で、東芝。はい、PC 好きな皆さん、このサイズで東芝 PC と来たらもう大体の機種はわかりますね。いやこれ何気に嬉しい。あとなんか年賀状が簡単に作れるソフトが付いたおまけ雑誌みたいのも付いてきました。まあこれは私には本当におまけ。で、肝心の機種に関してですが。やっぱダイナブルクだよね。AC アダプタの時点でわかる有名機種。いや実はこれ結構嬉しいんですよね。私の中でノートといえばシンクパッド。だったのですが、コメントでダイナブックをかなりおすすめされてまして。12月26日にダイナブック欲しいなぁ的なツイートもしてました。そしたらまさかのこうして手にする機会が来るとは、割と嬉しい。ドンピシャできましたね。ちなみに詳細な動作検証などはこれも動画にしたいと思いますが、ちゃんとオフィスも入ってました。パワーポイントもあるやつ。割と嬉しい。ちなみにスペックは表記通り、3世代 i5 にメモリ 4GB でした。SSD128 もついて OS もインストール済み。お得かどうかで言うとどうでしょうかね。端的に言うと MS オフィスにどこまで重きを置くかですな。オフィスが必要だった人にはかなり安い選択肢と言えます。確か MS オフィスの2019って、ライセンスで19,800円とか、そのくらいしたと思うので、オフィス用途ならすごく安い気もします。まあ本体の状態とかはまとめて動画化するので、機種が気になる方はそちらの動画もご覧くださいませ。まあこれ個人的には割と悪くないというか、結構いい買い物だったと思います。ダイナブック手に入れたし。はい、ということで今年は通販で入手可能なものを中心に4つほど福袋を開けました。結果としては、まあ価格相応なものから、マジでお得じゃねえ、と思うもの、これ悪くないな。というものまでいろいろでしたね。個人的には楽器屋さんの福袋はマジでお得だと思います。通販よりも、店舗系の方がお得だったりしそうですね。それはその通りでしょうな。皆さんが毎年秋葉に行く理由ですよ。あと、メーカーさんは市場価格ベースで福袋作ってほしい。個人的に2万円の中古 PC 福袋は結構面白かったので、1年間このダイナブックを使い倒して、来年もチャレンジしたいですな。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。各機種に対する個別の動画は順々に出していこうと思いますので、もしよければぜひ、今後の動画もご覧いただけると嬉しいです。じゃああかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。